寺島亮です。去年、大学を卒業して京都阪大に入団しました。ありますね、プレッシャーは。そう、テレビで見てきた選手たちがこれからマッチアップするっていうのがこういう不安とかあるんですけど、でもそのちょっとの自信に欠けてますね。感動を与えられる選手になりたいですね。リバウンド、ルーズボール、ほぼ取れないですよ。けどそれでも行くことによって、あ、頑張ってんなとか、そういった泥臭いプレーたくさん頑張っていきたいと思います。